ましてはいよいよですね、話題の白紙対ですねジ・アンダーテイカー、はい、この戦いなんですが、いやでかいですね、アンダーテイカー、でかいですね、2m 以上ありますからね、ですよ、これね、試合前に、はい、白紙が棺に乗ってきたんですよ、出てきたんですよね、はい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 、はい、それでその棺の中から、出て、黒子さんに出してもらってですね、はい、こううつ伏せの状態で、こうまだこれ仮死状態にいるような、そこから始まった、清水さん、黒子ではなくてですね、黒子忍者なんです、生き返りました白紙。これ白紙としてあれですよね、はい、WWF でになんか招聘されて、そうですね、アメリカでもかなり評価を上げてたんですよね、はい、でその後ですよね、問題はね、そうですね、グレートムタと白紙としてやりまして、それで、一応白紙を、ニューヨークの墓地へ埋めたわけですよね、はい、それを今回の試合のために、掘り起こしに行ったと、ニューヨークへ行ってですね、白紙に命を吹きかけたと、そういうことですね、いうことですね、本当はね、白い死者の死だったんですけども、使いの方だったんですけどね、今回は死亡の死、はい、死ぬ死の方にホワイトデスですよね、ホワイトデス、はい、デスホワイトがホワイトデスになったですね、うん、前はホワイト ね、でその WWF 行くきっかけも3年前になるんですかっていう、WWF が日本上陸した時に大阪城ホールで、このアンダーテイカーと、新宅人生が戦ってですね、うん、それが評価されて、向こうの副社長、スカウトされた形で WWF へ行くことになったということでね、あ、これは新宅の技じゃないですか、いや、これは逆にアンダーテイカーの得意技だったんですよ、あ、そうなんですか、はい、オリジナルはアンダーテイカー、はい、あ、そうなんですか、はい、人生のようになったんだ、これ仮死状態でしたよね、仮死状態ですよね、まあですね、まだ1回も攻めてないですからね、今会場がざわめきましたよね、はい、お客さんが白紙起きろ、はい、あ、小泉さんだな、これですよ、ロープまたいじゃうもん、先ほど来たアメリカ人がね、はい、ブルース・プリチャードっていう副社長です ね、彼がまあアンダーテイカーの目付け役として来日したわけです、お、うん、今政権ですか、ナックルですね、今ね顔面いきましたね、でも清水さんあれですね、はい、白紙のね、おなじみの写経ですか、体の、はい、これ心なしかくすんで見えますよね、やはり墓から蘇ってきただけにね、そうね、それからなんですけど、これはムタと、東京ドームで戦った時の、はあはあ、そのまま残ってるって、残ってますね、はい、もちろんこれを埋めて土も、染みついてるんでしょうけどね、まあ、もう一度白紙 の名前の、ね、話に戻しますとね、死者の死になったと、死んでる死になったと、でこれ確かあれですよね、グレートムタに、東京ドームで、はい、試合した時に当場に死って書かれたんですよね、そうですね、それも血でね、血でね、血文字でね、はい、うん、それをそのまま、ね、今のね、ブレンバスター反対側まで行く、反対側まで行って端から端まで行っちゃいましたよ、すごいな、まだサスケさんだったらどっから攻めます、こういうでかい選手、いやもう逃げちゃいますよ僕は、いや逃げないでくださいよ、もう多分ね、僕の体だとね、ボディスラムもできないと思いますよ、抱えきれなくて、やっぱ白紙だからこそここまで、鎖骨折り、来た来た、ようやく生き返ったかな、こういう毛さぎりチョップっても彼にとっては珍しいですよね、うわ、このエルボードロップ一つ取ってもね、この2メートルの巨体でアンダーテイカー飛びますからね、このバネちゃん、2人とも存在感ありますよね、そうですね、うわっと裏勘だな、うん、相
2.2 メートルですか。ノーステップっていうのはね、うん、であの飛びつくっていうのはね、うん、やっぱりその拍手がね、はい、どれだけこの運動神経とねジャンプ力があるかっていうことの証明だと思うんですけどね、はい、この大会に向けてやっぱ絞り上げてきたんでしょうね、うん、ヘビー級でありながらこれだけのバネを持ってるんだぞと、アンダーテイガーもね前回来た時に比べてこうメイクが非常に落ちてっていうかね、前に毛が垂れてなくてね、うん、だんだんこうなんていうんですかね、人間味を増してきたっていう、人間味増してきていますよね、気がしますね、うん、現在あの徳川の喉跡落ちですかね、うわーあった、これを取った、この辺は拍手だ、うん、運動神経ですね、それとこの今の足首を持ってのひねりなんですけどね、はい、普通のコックスクリューシーザーと逆、うん、内側ですか、ね、はい、それも足首を持って逆へ回してるんですよね、はい、うん、これはねかなりこういう大きな選手にね、有効というかね、うん、やっぱりこのね自分の体自身がもう狂気に巨体を支えてるね、足首とか膝とかやっぱり狙いどころだと思うんですよね、はい、そうですね、この拍手はこの膝狙いは本当に理にかなってますね、この2メートルの巨体を崩すにはもう足元からという、でもアンダーテイガーもかなり苦しそうな表情してますからね、いいところまで追い詰めてますよ、これね、あのこれ何に入ろうとしてるんですか、これね、これ足膝、うん、この膝とか、とりあえず足前面ですね、完璧にね、でもこれ普通行ってるところになるんですけど、下ついちゃうね、アンダーテイガーでもね、ついちゃうね、でかいから、うん、釣れない、うん、なんか象使いのようで、あ、膝来てますね、あ、膝来てますよ、膝がですね、あの来日、したのが、両国大会の前々日でした、それでついてすぐ、はい、そしたらあの、アメリカの WWF の方で、腰を、ね、痛めたみたいで、で普段歩くのにすごく辛そうでしたよ、あのセントルイス大会の、はい、テレビマッチで、ね、はいはいはい、出てきて吸収っていうかね、殴り込み受けましたよね、はい、うん、精神的ダメージとかも結構あるみたいですし、うん、決してベストじゃなかったと思うんですけどね、うん、そこのところをこう、うまくつけ込めればね、賞金もなくはないってはずなんですよね、分かった、ここで、ね、期待したんですよ、行ってくれ、おお、これもろ直撃ですよ、これ普通骨折ですよね、ね、うん、もう普通の人間ならもう昆虫は倒れてくるようなもんですもんね、これね、狙いは非常にいいんじゃないですかね、それとね、僕ねこの試合見て、思ったんですけどね、はい、大阪のやったその3年前でしたっけ、飛んだ、あれ、ダメージしちゃったよ、受け止めた、うわ、この時ね、リングが揺れたっすよ、この途中、うわ、うん、いやでも拍手のこのプランチャー自体がすごいのに、うん、それも拍手110キロですからね、うん、110キロ受け止めたアンダーテイカーのこの力、しかも今鉄柱ぶつけた時に自分の左手が間に挟まってました、うわ、さっきの話もするんですけどね、はい、あの前回のね回大阪の時は本当にね、うん、あくまでね怪奇対決っていうかね、どっちかというとそういう怪奇派の2人が戦ってるってことで驚しい試合だったんですけどもね、今回はね、非常にレスリングになってるっていうね、うん、うん、お互いがその、数年間の間に蓄積したそのレスリングの技術を争ってるっていう部分にもような感じにも、ね、見えたんですよね、うん、レベルが上がったということだと思うんですよね、まあ、それがその拍手、まあ、すなわち人生のねこの歳月の成長じゃないですかね、うん、いやでもアンダーティーガーのジャンプ力すごいですね、すごい、自分より見回りぐらい小さい人生にある、うん、
それとね、やっぱりこのねアンダーテイカーっていうね、まあ、WCW で言えばハルコーガン、 WWF で言えばこの、うん、この、ビッグスターを道のくプロレスが呼んだっていうところがね、やっぱりこれはね本当してやったりというかね、ついに今のですね、うん、外回し、うん、それは本当に喜ぶべきことなんじゃないでしょうかね。すごいことですよね。おお、うん、あ、膝直撃だ。またもう徹底した膝狙いに来てますね、うん、ここ今チャンスですね、うん、拍手が来た、まあ、完全に控えたでしょう。拍手は終わりか。おお、拝みませんでしたね今、うん、場内拝めってゴールが、ね、あれ入ってればな、拝んでる余裕もなかったってことですよね。あ、そっか。そうしてこのハイアングル、これなんですか、喉は喉は落とし、はいはいはい、おお、これよく返したんですよ、はい、いやこれでもう一発目のまずハイアングルの場合なんですけどね。で本場 WWF ではほとんどこの技で決まって、完全に左膝が、左膝危ないです。危ない、危ないと思ってますもん。危ない、危ないって。あ、いや、これがあのショーパターンですね。お、お、なんですか。ツームストンですね。ツームストン、ツームストンの、ツームストンパイルドライバーから、胸に何ですかね、手を合わせさせてのホールというのがアンダーテイカーの、まあ安らかに眠るということですか。この辺は。やっぱりね、この試合はね、こだわりすぎたというかね、人生の技を出してこそ拝みを入れたね、拍手にこだわりすぎたね、はい、そういう部分がかなりあったんじゃないかなと、締めがこのなんですが、あんたはもう死んだんですよっていうこの胸の前で手を合わせて押さえつけたということで、はい、テイカーのこれ圧勝ですか。圧勝、うん、でも前線しましたよ拍手も、はい、うん、じゃあまた次回こんなの対決ぜひ見たいんで、今度は人生で見たいね。あ、人生で、うん、テイカーとぜひ戦ってください。